犬市では、ノキカクマシで属の落葉工木。別名は、白シ,シデやソロ、ソネ。内陸の霊温帯と断音帯の中間である、中間温帯林の構成種であり、本州、四国、九州の山野に自生する。基本的に幼樹だが、地樹や幼樹には一定の単位性がある。高さ15から20メートル。樹皮は、開白色で滑らかであり、縦に、 網目模様ができる。夏季は4から5月頃、死ゆ子と花で、花女は水上で火水する。風によって花粉を飛ばす風媒花であり、種子も風を利用した種子散布に適応した羽型の構造となっている。葉の側脈の間に白い毛が多くあり、秋には葉が黄色く紅葉する。和名の由来は、火水の垂れ下がる様子がしめ縄などに使われる。 神水に似ているから。学名の種商業チュノスキーは、菅川長之助に、懸命されたもの。禁煙種に、赤種で、熊種でがある。赤種では、新芽と紅葉の葉が赤くなることから、熊種では、葉の脈が倍以上あることから、犬種で特別することができる。椎茸の穂だけ、庭園器として利用される。かつては、短材として利用され、巨木になると樹形が美しいことから、 地域の境界を示す境界期として植えられることもあった。広島県北広島町にある犬市での変異種の群生天狗市では2000年に天然記念物に指定されている。ありがとうございます。